撮影でね、前髪めっちゃなんか濡れた感じにしてたんでね、今こんな感じです。こんばんは皆さん、こんばんは、こんばんは。ちょっとね、前髪がね、ちょっともう戻らなかった、いつもの前髪には。このシースルーみたいになっちゃった。あんまり好きくないんですよ、あの普段過ごすとしては。撮影であったりはするんですけど、あんまやらないんですよね、この前髪。めっちゃギフトありがとう。ハートお疲れクッキー結婚してバラアメちゃんかわいい、ありがとう。こんばんは、改めまして中村舞です。鼻声、そうなの。もうなんかね、体調っていうか調子がずっと悪くて、この辺もう全部そうなんですよ。リップなろう、いや今日検査しましたからね、私花粉症の結果がまた出たらって感じなんですけど、アレルギー検査してきた。お疲れ。お風呂まだ入ってない。納得いかない、この前髪。ありがとう。うん、公演、そう、ありがたわ、ありがとう。待って、何、いつだ今。ホフマンさん、ホフマンさんありがとう、ハートのありがとう、ありがたわ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。言われたけど無理せず早く休ん、ありがとう、ありがとうございます。いや、そう、今日タワーのお礼させていただきます。そう、 1,2,3,4,5,6,7人です。もうちょっと後ですよ。ですねもう一個ありがたわ。東京のスワンさん、ありがとうございます。ありがたわ。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと話してもいいですか。ありがとうございます。そう、まずは、そうなんですよ。3月の9日、10日、4月7日に、沖前公演があります。全部で5公演ですね。そう、そして4月の20日の土曜日にドラさんコンサートがあります、はい、今日はこの発表がありました。アイシャドウ変わってる。あ、これ今日ヴィンテージ感あったんですよ。今日の撮影、沖前もドラさんも嬉しいね、ありがとうございます。ですね、亀戸席ありますか。ドラさんコンサートですか。ちょっとね、ドラさんコンサートの詳細がまだあまり出てないんですけど、
そう、詳しくはそこまでまだ出てないんですけど、寅さんコンサートはあの広島のアステールプラザの大ホールで行わせていただきます。でそれが最後のおきちゃんの活動日。そうで、あのー、全部行きたい、全部来て。そう、昼です。昼で今日ひなさんからも多分発表があったんですけど、夜にはひなさんの卒業コンサートがあります。はい、同じ会場ですね。ありがとう。前髪が気になる。気になってしょうがない。マイキューセンター祭行きたい。私のセンター祭全然決まってないですね。なんかこの感じだと5月とかになりそうじゃない？わかんないけど、ちょっと調整します。ほんと帽子かぶろうかな。チン？調整。なんかなんで室内で帽子かぶっとんやって言われるか。いや、なんかいつもと違う。そう、なんでどこまで話しましたっけ。あ、そう、え、おきちゃんの最終活動日。妻の裏、え、これついてるよん。そう、4月20日です。今年の生誕祭確かに気になるよね。いや、出てないですよ。何にも。うわー、ありがとう。ミッキーさんか、ありがとうございます。好きたわ。ありがとう、ありがくまだわ。ちょっとありがとうございます。たくさんいただいてありがとう。4月7日じゃないの。4月7日は沖前公園ですよ。4月7日は、あ、そう、沖前公園は3月9日に岡山県、3月10日に愛媛県、4月7日に広島県になります。で、岡山と愛媛は昼夜公演で、4月7日の広島は一公演、昼公演のみとなります。ありがとう。夜が空いて、あ、そういうこと。え、ないと思いますけど、さすがに、え、ないんじゃないかな。なんでないんじゃないかな、わかんないですけど、そんな話は出てません。はい、別の日かな。
でもなんか私日曜日の夜にやるの結構あれなんだよな。日曜日の夜にやるとさ、みんなの帰宅時間が気になっちゃう。なんかいやみんなそれ休みは多分あれだと思うんだけど、いろいろバラバラだと思うんだけどね。なんか最後途中で帰んないとみたいななっちゃったら、めっちゃありがとう。駅前公園あります。着席かスタンディングか、スタンディングかまだ不明かな。これね話してるんですけど、まだ確定ではあんまりちょっと出てなくて何とも言い難いんですけど、どっちもある可能性もあったりするかもしれません。まだ全然ちょっと今の段階で確定で出てないのでちょっと何とも言えないんですけど、そうですね、母の可能性もちょっとなきにしもあらずって感じなんですけど、ありがとう。ちょっとその辺はまたおいおいって感じになります。そうなんです。皆さんでもよかったら予定を開けていただけたら嬉しいです。もう1ヶ月後なんですけど、ありがとう。ちょっとね、私愛媛で公演全然してないなと思ってて、なんでちょっと久しぶりに愛媛でできるのめちゃくちゃ嬉しいです。愛媛も来てくださいね。ありがとう。なんかね、喘息花粉症気合で治すのってそんな厳しいこと言わないでください。私もなんかね、自分の体調があんまついていかなくってね、めっちゃね悲しいんよ。そうなんです。なんかもうずっとなんかこの辺がダメで、目のメイク今日ねなんかすごいよね。いいですね。体調に気をつけて。ありがとう。ちょっとね、2月、3月、4月あたりはいろいろとあると思いますので。
ストーリーとかはね結構もう自分たちでねもうね考えてるっていうかもうこれしようねみたいな感じなのはある。いやもう、うん、相談しながらですね。久しぶりの公演。そうだね、私だからさ2月多分公演出ないからさ3月の9日の沖前公演久しぶり、公演自体がそもそも久しぶりになるかな。うん、フェスは出ます、出るんですけど、まあ、公演自体はそうだね花だれとかは出てないんですよ最近ちょっとお休みしてます。なんで四国もちょっと、まあ、数がそこまで多いわけじゃないんであれなんですけども、めっちゃね鼻水がねシュンシュンします。困った。じゃあありがとう。はい、ありがとう。噴症よころう、でもね1週間後に検査結果が出るのでねちょっとねすぐに聞きに行きたいと思います。1週間後いけるかな。めっちゃ気になる。いろんな項目したの、なんか20何項目か。30だった39だったこれ。どうぞどうぞ。なんかこの血液検査で39種類の一度にできるらしい。でさ今の季節はこれ、今の季節は杉とハンノキらしいよ、あるとしたら。うん、ちょっと前まで元気やったのにね。ひょえー、いやねちょっと前まで元気やめてよ。大丈夫だよ。うん、花粉症って分かれば薬がそこそこ効くから改善するかと。え、嬉しい、それだったらいいですね。わありがとう、だ難波の久人さんありがとうございます。ありがとう、ハートハートタワーありがとう。ちょっとこの今日投げてくださった皆さん、ちょっと後日お礼書きます、書かせていただきたいと思います。ありがとうございます。もうね耳鼻科でね、じゃあちょっと喉も見てみようねってパッて見て、ほら赤いよって言われて、なんか喉が赤いって言われて、じゃあ鼻も見てみようねって言って鼻もパッて 見られて、ほらって狭いよって、
鼻の、あ、なんか鼻が詰まりやすいらしくて、自分で、なんか鼻のなんか 空洞っていうか、なんか狭いらしいんですよ。なんかそれで鼻詰まりとかもうなんか炎症起こしたらもうパーってなって、で、そう、口呼吸になって喉も乾燥するしやられるんだよって言われて、で鼻詰まりで鼻水ももうずっと溜まって、そうっていうねそうなんですよありがとう。もうさ、その鼻見ようねって言われて、いやーって私ちょっと、え、私今鼻水出るんですって言って、大丈夫大丈夫、今日は痛いことやらないからねって、もう絶対やらないからねって言われて、私多分すごいさ痛みに弱い、そう、もう前回泣いたからそう、痛みに弱い人だと思われてる、子供、うん、めっちゃでもね すごい説明してくれて、なんかアレルギーはねってちゃんと時間をかけて治さないといけないからねって、治療してないとねって、でも痛いことしないわめっちゃ言われたけどで私多分カルテとかに書かれてる、痛みに弱いとかって書かれてるかもしれません、注意注意、人物痛みに弱い、前回涙あり、鼻吸引しなかったの、そうだからその鼻腔が狭くて、なんかそのもう入んなくって、本当にだからできない、できませんよって、してありがとう。ロケットもありがとう。でもなんかさ、でもなんか仕事が忙しくて、忙しいだろうから、なんかなかなか来れないと思うけどみたいな感じで言われて、私多分前に言ったんですよ、仕事がちょっとなかなか仕事で来れないんですよって、多分それも書かれてんのかな、いやバレてるというか多分覚えてもらってるというか、書かれてる、カルテとかに書いてもらってんのかな。でもね、その耳鼻科では言ってないかもだけど、別のとこではね、なんか歌いますとか、なんか普段喋りますかとか聞かれたら歌いますとか言うけさ、なんか耳鼻科では割と言ってしまう。1年間結果ほったらかしにしてた病院、違う、なんかその病院はなんか私その時分からんけど謎にちょっと遠いところの病院をなんか選んで行ったんですよ。でなんかまあ遠いと自分車も持ってないし、なんか行けないんですよね、なかなか気軽にで行くのもちょっと、あもう無理、今日眠い、もう無理やめようみたいになっちゃうんですよ。でそれで全然行かなくなっちゃって、そう、
制限もあるからちゃんと話した方がいい、まあ、聞かれたら言う。だからそのなんか耳鼻科関係は聞かれたら言うけど、なんかそれ以外は別に言わんかもしれん、うん、あでも一回さ私ライブでさ階段からこけてさ整形外科行ったんだけどさ、その時は言ったかも。言う時と言わん時がある。こけた、うんこけた、あうんこけました。そんなこともあります。自転車で行ける距離、確かに病院はね、そうだよね。サンプラザ、サンプラザでこけたやつかな、あの打ち上げ祭。なんかさ足がもつれちゃってさ、早く急がないと着替えって思ってさ走ってたらさもつれてさ階段で1段も降りれなくて6段ぐらいこけた。めっちゃ痛かった本当に。絶対折れたって思った。あーもう折れたわこれと思って。もう折ったことないんですよ足を、足ってか骨を。ありがとう。もう結構な高さから落ちて、私その時になんかスローモーションみたいになってマジでうわーみたいな、なんか本当になんかもうあ終わったみたいな、やばいみたいな、もう本当にスローモーションみたいな感覚になって、なんかあのなんて言うんですか、こういろいろ頭の中でこうわーってなって見えて、そのあとはーってなって、でも全然元気でした。運ばれてないよ、やばいってなって冷やして、でもいけるかもってなって途中からまた出たんだけど、うん。救急車乗ったことないか、私救急車乗ったこと一回あるんですよ、あの赤ちゃんの時に2歳1歳わかんない、赤ちゃんの時に1回だけあります。覚えてないよ、記憶ない、聞いただけ、お母さんから。その記憶そうだったやつじゃない、2歳で終わってたら結構あのワイルドベイビー。なんでかなんかうちのお父さんがタバコ吸うんですけど、なんかあのお母さんがお風呂入っててお父さんが私を見てた時に、私がお父さんが居眠りしちゃって、私がお父さんのあったあの新品のタバコ開けて口に全部入れたらしくて、もう食欲が旺盛で全部口に入れてもぐもぐして、でも苦かったからウエーンってなって、でお母さんがお風呂から出てなんだこれっ
ってなって、で、すぐに病院病院ってなって、危ない、そうよ、危ないですよ。ベビースモーカー、よくないよくない、ヘビーじゃなくてベビーあ、そう、でも結局大丈夫だったんですよ。まあね、赤ちゃんの頃はね、わかんないですもんね。パパ怒られてそうってめっちゃその時姉貴どうしてた？知らん、わからん。だってさ、この質問に答えてさ、なんか言ってさ、姉貴の年齢特定される可能性がちょっとあるけさ言ったらさ、あ、私が赤ちゃんの時姉貴はこれしてたのか、じゃあ何歳だなみたいななるかもしれません。今も吸うタバコ？吸っとも、でも吸っとる姿全然見ん、うん、全然見ないですね。タバコか。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、自宅では吸わなくなった、吸わない、吸ってないと思う。みんちゃんありがとう。なんかさ、みんなタバコ吸いますか？なんか気になる。なんかさ、みんなってさ、私タバコ吸ってる姿とか見ないからさ、タバコ吸うって聞いたら、そうなの？なんかそうなんだって、なんかちょっと意外な感じになったりするんですよね。なんかみんなのプライベートも知らないからさ、話し会とかで会わないじゃん。吸う人はなんかマークしてる。ヒューって。もう昔吸ってたみたいな人もいる。公演中は吸わないさ。いや、そうなんですけどね。オンライン話し会の時待ち時間に吸ってたら怒られたって人いるらしい。みんな気をつけて。みんな気をつけてね。だって。目元が今日違いますねってめっちゃ言われる。いいじゃん、そうやってさ
違いに気づくのいいじゃん嬉しい、ありがとう。すっぴんが好き、ダメダメ、すっぴんも好きって言ってくれんとダメ。もが大事そう、もがも、も違うよ、前髪なんかね、うん、今日はね、ちょっと、ね、うん、ありがとう。私の成果教えてあげようか。どっちも違う良さがあっていいね言ってほしいだけ。すっぴんもメイクしてる姿もどっちもいいね。どっちも別の良さがあって最高だね。かわいい。言って、ほら言ってこれが嬉しい。どちらでもいい。いやもうどちらでもいいとか一番ダメだよ。もう興味がない感じ。ダメ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 。ありがとう。とてもありがとう。模範解答ってか、私が言われたら嬉しい言葉。この姉キューもあの姉キューもいいね。なんだと？どの姉キューを知ってるんだどういうことだ。ありがとう。メモありがとう。今姉貴いるの？町にいるお姉さん。声聞いてないか？なんか確かに配信ではあんまり入らんかも。うん、姉貴普段から静か、うん、なんかあんまり確かに喋、うん、どうやろ、喋る時と喋らん時の差が激しいか、うん、けんさんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。
喋り始めたら超喋るんだけどな。鼻かもうかな、ちょっと。うん、あ、お待たせしました。あ、そう、ミュートあるんですよ。ショールームにはミュート機能というものがありましてですね。そうなんですよ。ありがとう。いやいや、もう鼻、なんか鼻の鼻腔が広い人の鼻付け替えたい。本当に。なんかさ、普通に息するだけでさ、たまにピューピュー言ってんの。本当に恥ずかしい。ピューピュー。わかる？え、みんな鼻腔狭い人たち？あ、星に似るのかな？シール？え、このやつ？この、ここにつけるやつ？いい、ありがとう。好きすぎてびく、おそろ。やばい。やべやーい。ありがとう。でもね、元気だから安心して。おいで。今何分だろう。45分。タワーのお礼させていただこうかな。今日早く寝る。いやー。何の質問だ。どうしよっかな。タワーの呼び出しする。ちょっといいお礼させてもらっても。あの、ね、2月3日からねできてなかったんだ。で、2月3日でしょ。ちょっと日にち分けてしよう。まずは2月3日のあれですね、
恵方巻きの時にいただいた元町さん、じゃーん、あ、いる、見つけた、ありがとうございます。元町さん、ありがとう。これは恵方巻きを食べてます。ありがとう元町さん。続きまして、はやりんごさん、ありがとうございます。これは大豆、大豆ってか大豆か、投げつけられてる鬼。はやりんごさん、ありがとうございます。サンキュー、大好き、ありがとう。はやりんごさん。続きまして、ミッキーさん、これは恵方巻き。ありがとうございます、ミッキーさん。これは恵方巻きです。本体、本体です。ありがとう、ありがとう。続きましてですね、韓国でいただいてました。まず風と海とさん、韓国にいるときにいただいてて、これはケジャン、カニ、カニかけました。風と海とさん、ありがとうございます。足少ないって言われた、嘘、足っていい少ないっけ。これ人面でもさ、カニのさ顔ってさ、あのおそらく口とかもさ、この、まあ、ここじゃないんだろうけどさ、なんかこういうカニいません？なんか甲羅にさ、なんかニコってした笑顔のなんかこう顔がついてるカニいないですか？いるよね。ミントさん、ありがとうございます。なんかさ、私よくさ、実家の周りにカニがよく歩いてたんですよ。なんかこんぐらいのね、なんか多分川のカニなんかな、なんか道路とか全然歩いてるんですよ、カカカカカって。でそのカニの甲羅がなんかニコニコしてた。あのニコニコ顔のカニだった。何ガニっていうんかね、あれなんかちょっと茶色じゃなくて黄土色、うん違うな、何色なんじゃろあれ、グレー、違うな、なんかあの名前が出てこん、ニコニコガニ、かわいい。サワガニ、サワガニなんかな、わかんない、ちょっと泥っぽい色してるカニ。めっちゃ歩いてた。そして続きまして、ナルドさん、ありがとうございます。これあのトッポギ、トッポギです。ありがとう。ありがとうございます、ナルドさん。トッポギもっちもちでしたよ。もうちょっと辛かった。上のこれはあのお米じゃないです、これはあのトッポギたちから出てきた、トッポギ、トッポギ、これ仲間、あのこれもっと奥にある、でここ歩いてきた、トッポギ距離がある。レンコンかと思って、レンコンじゃないですよ
トンボギーそう。続きまして、あのお誕生日の日にいただいてました、難波のひさとさん、ありがとうございます。ハッピーバースデー、おめでとう。あ、ありがとうございます。難波のひさとさん、ありがとう、ありがとう、おめでとう。ラストはミューラッチさんです。じゃーん、今日は昨日かな、ありがとうございます。バレンタインシーズンなので、バレンタインの絵、こうやってあのチョコ、これ中チョコ伝わらんかもしれん。で、中チョコの箱持っとる。ありがとう、ありがとう、三浦っち。ありがとうございます。なんか足が短いとかスカートの位置がとか、なんかそういうのね、確かにそうかも。ありがとう。ありがとうございます。うんうん。ということで、今日いただいた方はまた書きたいと思います。ありがとうございます。早めに寝るか。そうだな、ゆっくり寝てください。ありがとう。一曲だけ歌って寝ようかな。え、こんな状況で歌うな。あー、どうですか。切りよく23時に終わろうかな。駅前公演頑張って、頑張るよ。ありがとう、見に来てね。ハッピーハッピーハッピー。何歌うの？今日は頭の中でずっとビンゴビンゴが流れてるから、今日はビンゴビンゴを歌います。もう決まってる。なんかさ、なんかなんでかわかんないけど、今日ずっと頭の中ビンゴビンゴなんだよね。ビンゴビンゴ。調べまーす。あ、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 わーわーわー、声出るかな。わーわーわー、もっと高いよね。わーわーわー、どこだろう。ちょっとさ、リバーブをさ、今めっちゃつけてるんだけどさ、いじってみよう。いきまーす。あ、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 稲妻に打たれたの。不利な理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が
喉鳴った。ありがとう。ありがとう。笑います。23時になった？嘘。あ、1分。あ、ほんと。なんでだよ。ありがとう。もう終わり。終わるつもりだよ。うん、でもね、一曲歌ったらめっちゃ歌いたくなるんよ、本当は。また。ございます。ありがとう。ちょっとね、壇上を呼びます。流れ者さん、りょっくーさん、みうらっちさん、不適切さん、もとまちさん、ホフマンさん、東京のすまんさん、ミッキーさん、難波のひさとさん、きなぺこさん、ウコロンさん、亀吉さん、くまねパパさん、ありがとうございます。また明日配信したいと思います。ありがとう、見てくれて。ん？今日土曜日？ん？あ、今日金曜日や。明日は土曜日です。わあ、今日金曜日やん。
みんな、え、3連休なんじゃないのみんな。え、ほんとやん、3連休だって。みんな楽しんでね。違います。私も違うよ。じゃあ3連休じゃない人も頑張ろう。休みの人いっぱい、ゆっくりしてね。頑張ろうということで、また明日です。おやすみなさい。ありがとう、見てくれて。また明日、おやすみ。3、2、1、0、9